マイアミ大使です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして漫才師の青空一風旋風の青空旋風です。よろしくお願いします。ありがとうございます。ずっと黙ってたらどうなるかなと思ってね。何が放送事故じゃない？自己紹介しないでしないでと思ってたんですけど、でも俺らは絵だけでも持ちますから、ちょっとやめてもらっていいですか？一緒にされたくないなんですか？あんまりビジュアルで勝負してますから。しかし、はい、何でしょう。これってこっち側じゃダメなんですか？はい、ちょっと、いや、なんかね、ほら見るのにほら注文多いですね。でもこれコードがあるからダメか。外していいヒットの芸人だって突っ込みますよ、もう。なるほど。いや、こういうことでいいですか、じゃあ。こういうことで。ありがとうございます。本番前にやることなんじゃないですか。いやいや、今ふと思ったのよ。こっち見ちゃうとさ、やっぱずっとこっち見てることになっちゃうでしょ。プロなんだから、本番前にしっかりこう。こっちしっかり見てね、ということで。いいですね。あ、よろしくお願いします。ありがとうございます。今日は何自動車整備工場のバイト終わりかな。任せてください。ちゃんとハロウィンかけてしっかりハロウィンにコスプレしてきました、ね。自動車整備工場のコスプレね。ありがとうございます。なんて格好なんだよお前。前回もこれで来たよ。あ、そう？前回もこれでしたよね。基本この最近ジャージこれですから、ユニフォーム。あ、そうなの。これにメガネと帽子があるかないかだけですか。今そのメガネと帽子がもう完全にさ、なんかこう不審者というか。いや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 、そんなことないですよ。もうみんな本当コンビニとか行ったらもうマジで不審者扱いされる。黄色いボール投げられるんじゃないかなあれ当たるの？まあまあ、それ上手い人がやれば当たるんでしょうけども。じゃあちょっとツイッターで告知しましょうか。あ、今だっては放送開始しないと告知できないですよ、これ。あ、そういうシステムなんですか。はい。いや、でもありがたいことにね、見直したんですよ、今までの放送回数。はい、意外とね、見てくれてる方が多くてね、うん、で一瞬ちょっと考えたのが、自作自演じゃねえかなと、うん、これ、マイアミさん、夜中に1回見てんじゃねえかなと思って、はい、なんか自分でこう回してるんじゃないかなと思ったんですけど、そういうことは。いや、そんなわざわざやるかい。あれ、もしかしてそんなことわざわざやるぐらいだったら、ちゃんと告知するわ。でもなんか40回とか、まあね、恥ずかしい、回数言うと恥ずかしいけど、はい、でもそれでも40回ね、誰か見てくれてるっていうのがね、こんな渋い内容のね、そうものを。いや、それでね、うん、俺も思ったんですよ、前回終わってから、はいはい、ちゃんと告知しようかなとは思ったんだけど、今までやってくれてたのに。いや、ただ内容が怖すぎて。まあね、確かにこれはアングラでやったら、内容が怖くて告知の手が震えるわ。いや、あうん、あ、その気持ちあるんですね。いや、ありますよ、そりゃ。嬉しい。なんで？いや、マイアミさんもちゃんと人並みの感覚あるんだなと思って。人並みの感覚あるから言えるんですよ。あ、逆にね、あ、なるほど。だってこれ人並みの感覚がなかったら簡単に踏み外してるでしょ、おそらく。よく言いますもんね、芸人はバカじゃできないみたいなのありますもんね。あ、なるほどね。やっぱりちゃんとそこら辺は すごいね、分かっててあえてやってるんだ。 LINE が分かってないと怖いもん。あ、よかったわ。なんかもうこのさ、結構前の放送で見直すと、毎回俺がビビってて、うん、マイアミさんが後ろからどんどん押してくるっていう。いやいや、それはそうだよ。だってそれは俺はだって大体線が分かってるから。あの構図をずっと見てて、これ何週も同じことやってるんだと思って。いや、そうだよ。だから言ってんじゃん、注意してんじゃん。いや、そうです、合ってます。繰り返しだよって。これ、あ、やっと客観的に見ることできて、うん、あ、これ毎回だって それも一番だから、ね、俺って本当にまあそうですけど、うん、あれが狭いんだなと思ったのが、はい、井上さんにね、今回やってくれてくださってるじゃないですか、うん、その P なのか D なのかっていう問題あったじゃないですか、俺が初め P っつって、はいはい、いや D だよって、はいはい、これ前回やったの覚えてます？プロデューサーとね、はい、ディレクターのね、恥ずかしいことに、はい、これ一周目もやってるんですよ。だから俺、ま、これ見た時よりゾッとして、いや何この番組と、はあ、その時また俺言ったんですよ、ピーみたいに言ったんですよ。でもそれも一語一句変わってないですよ。全くピーって言った後に再放送か、ツッコミも全く一緒なんですよ。誰がってね、じゃあ D でしょってなって、で俺が言い返す、この返しも同じなんですよ。あ、これ見た時に、いや、なんて番組なんだと。いや、すごいね、これはやばいと思って。そうですよ、そうですよ、本当にこれで、それでもそれが一番見てくれてるんで、だからこれを見た視聴者の人、逆に癖になってるのかなと思って。いや、なんでだよ。こいつら知らないけどね。何やったの、俺もなんか、なんか俺初めて客観的に見てたの、ゾッとしたね。いやいやいや、まあまあまあ、たまにはね、やっぱ見るのも大事ですよね。ちゃんと構成って考えてないと、やっぱ同じこと言って、
繰り返してんだね。まあまあそういうこともあるでしょうけどね。ただ1回目と3回目で同じようにちょっと近すぎる。いやびっくりした、うん、もうちょっと話そうや。でもせだそのでも修正係のマイアミさんでさえ全く同じレール走ってるんですから、うん、その同じ、うん、あのいやそれ気づかなかったな。せめていやお前その話前回もしたかってなるのはまた違うわけじゃないですか、うん、全く同じ通りにいや D だろってなって、うん、その論争でまた始まっていくんですよ。なんなんだろう、ね、すげえなこれと思って、うん、そうかまあまあじゃあありがたいですね。そんな話した記憶1回しかないんだけどな。でしょ、うん、で俺もだから見た時にあ言ってるじゃんと思って、はあ、なるほどな。まあでもねやっぱ自分の番組って楽しいね。楽しい、うん、そんなことをこのタイミングで言わないでよ。恥ずかしいよ、なんか見てる人いるんだから。やっぱさ俺なんかは結構その自分の評価が特にね低いネガティブな方なんで、うん、ああはいはいはい。だ結構その自分もちろんねその舞台とかで吹いてね、うん、あえてね、なんか、いや、イケメンですみたいな、それはもちろん、シャレンとかでね、言ってますけど、うん、本当の本質的には、まあ、前山さんも知ってる通り、まあ、ネガティブなのが、じゃないですか、まあね、自己評価全然あれじゃないですか、うん、そんな俺でも、あの、ラジオは見れちゃうからね、だからそれ見たときに、ね、いや、知らないけど、いや、ね、本質的には、自分のこと好きなんだなと思って、ね、まあまあまあ、それはね、それはそうでしょう。話してる内容なんかあれなんですけど、でもなんか、うん、なんだかんだってね、言って、ね、自分でなんか画面越しにね、あ、なんか、結構気の利いたこと言うじゃんなんて思ってね。多分ねこれはね、うん、あなた特に一番何にも考えずに喋ってるでしょ。そう。そのこの活動の中で。そう。お笑いの芸人の活動の中で、うん、多分一番何にも考えないで。そう。やってるものだからね。一番等身大に近い。本当に脚色とか一切ない、うん。だからでしょうね。あ、だから共感できるのかな見てて。だってほら普段はやっぱり一応さ一風にね、はい、気を使わなきゃとかさ、あ、まあそうね、その兼ね合いはいろいろあるからね。漫才協会に気を使わなきゃとか、落語協会に気を使わなきゃとか気使ったばっかりじゃん。いろいろ思ってやってるからさ。なるほど。じゃないの多分知らないけど、うん、見ててなんか言ってることが、うん、合ってる合ってると思って、俺と一緒だと思ってすげえなと思って。俺と一緒だって当たり前だろ本人なんだからお前でも前山さんもなんかあったかくこうやってくれて、はい、そうね、いいコンビじゃんと思って、まあ、ちょっとほら初めて見る人がいるからまずこの番組の内容をね、趣旨を説明するというところからまず始めたいのですよ、いつも。これ一周目もやってます。わからないんだから、見てる人は。俺らが誰かとかも。これね、すごい邪魔してる時あった。何？ 3 回目かなんかの時にね、せっかくそこからね、正解かよ、これなんだよ。いいスタート切って、毎回ね、はい、やっぱうまいっすよね。あ、そう。名ジョッキ。あ、そう。うん、こう毎回ね、そう、整えてくれようとしてるの。ああ、はい。毎回ちょっとね、俺がイライラするのはね、うん、俺がね、すぐね、こう邪魔っていうかね、なんか、それにね、また悪気がないところがね、嫌ですよね。なんか。何なんだよ、自分で自分をこう。天然でね、このマイアミさんの軌道修正をね、うん、なんかことごとくね、外していくっていうね、なんか見ててね、だからあとテーマ言ってんのに、それのテーマの答え言わないで終わっていくっていうのも、いや、この答え結局言えよっていう。いや本当にね、そんなことをいちいち気にしてたらねもうやってらんないですよあなたと。いやすいません、もうだから言っときますけど、でもね、やっぱなんだかんだやっぱすごい、やっぱね百戦錬磨。いや何がだよ。まあまあとりあえずねこの番組は、はい、マイアミ&旋風のワイドショー万歳という番組でございます。はいはい。でまあワイドショーとかのことについていろいろこう語っていく、うん、なるほど、ただただ喋っていくというね、いいじゃないですか、よく番組でございますんで、よく日曜日にやってる。大した内容はありませんということを、いやすいませんね、だからそんな肩肘張らずに、ね、申し上げておきたい。それはそうそう、いい意味でね、はい。でまあ私はピン芸人ですけど、うん、そうですね、一人で申しますというのと、はい、一風旋風というね、はい、漫才協会の、そうですね、寄席を中心にやらせていただいて、芸人のね、はい、旋風というね、はい、ことで、はい、一応師匠が一歩散歩ですね、一歩散歩師匠、一歩散歩ですね、うん。あとはで落語協会でいうと林家正蔵ですね、うん、ああだやだね、要するに小笛だね、いえね小笛ねすいませんちょっとあの一回止めてもらっていいですかなぜそっちばっかりいじるの。いやまあそこはやっぱいじりたいですから、せめて一歩散歩の時もいじってくださいよ一歩散歩師匠はいいだろう。なんで一歩散歩の時になんかスルーしていくんですか。ある意味それ一番リアルに失礼じゃないですか。なんかの記事で俺一歩散歩師匠のなんか散歩師匠のなんかこと出てたの見たな。大丈夫それ公にできるやつ。何だったかな忘れたけど、まあいいや、とにかく、まあ、そんな感じで、うん、やってるという。ありがとうございます。月に1回やっておりますと、ね、放送のね、時間帯、うん、放送曜日がちょっと緊急事態宣言とかで流動的になってますけれども、うん、本当であればだから来月からは、火曜日、第4火曜日の21時からということになっております、うん、生放送で、はい、ありがとうございます。ということで、
この放送はツイキャスと YouTube と、うん、ショールームでやっているということですね、はい、なので、コメントしてもいいんですよという。あ、ショールームでご覧になってる方はね、来てます？いや来てないよ。来てないから、これでもいいんですよ。これもこれあれですもんね、メール直でもファックスできるんですもんね。いやいいよしなくて。なんでそのショールームは良くてこっちは否定的なの？いや別にショールームもコメントしてほしいとは思ってないよ別に。あ、持ってないのもいいよ全然なんかね、あ怖いわ。そのあたりのねコメント論争もねやってるから。どういうこと？あの前あのね何回目かのラジオでね、はい、あの遅れ遅れないとかね、だからこのコメント論争をね、でこれを紹介した時にね怒ったのもそのくだりもあったから。いや違うのよね、これね、そう全ここに関してはね、前回も俺がねそう基本ショールームを押してね、あやってますとか、うん、なんかコメントだってその時逆に来たんじゃないかな、なんかありがとうございますみたいな時に俺は良かれと思って、あこっちでもねって言った時に、なんかそこだけね今と同じ熱量でね、もういいいいみたいな。いや違うんですよあのこれね、俺すごく嫌な記憶があって、思い出があってね、はいはいはい、まあ井上さん分かってると思いますけど、はいはい、ここのそのメールアドレス、はいはい、メールだったかなファックスだったちょっと忘れましたけど、はい、その別の番組をやってる時にさ、はいはい、その出演者の誹謗中傷が送られてきたのよ。あ、それは ね, ねちょっと勘弁してもらいたいですね。あったんですよ。しかもそれがなんかそのなんていうの、そのほら内容に関してさどうのこうのとかじゃなくて、もうただ単に、まあ、あれってことですよね。なんかその怪文書みたいなやつが怖えな送られてきたことがあってさそっちのゾクッとするやつ。いやいや本当に怪文書の意味わかってるあんた。あれじゃないの、あのなんか3億円事件みたいなやつじゃないですか。いや別にその脅迫文とまあ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 、あの新聞のこの一文字一文字、いやいやそんな筆跡がそんな細かいことしてそれでメールで送る大変だよそれだって。一回プリントアウトしなきゃいけないみたいな。え、そうじゃない、え、怪文書って何、反対から、スキャンしてからお前もう一回送るのか、それ反対から読んでもこう読める。いやいやそれは怪文ね。ああ、うん、すごい見ました。いいツッコミが余ってますよ。なんかね本当に誹謗中傷みたいなのが送られてきたことがあってさ、うん、あそれは怖いなと思ってね。あそういうこと、うん、あそれでちょっとデリケートになってらっしゃると。そう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 、あなるほど。なんか俺も、うん、なんかでもそれでいうのは一風旋風でラジオやってる時もなんかありましたよね。えそうなの、何、なんか俺がねやっぱ今以上にね、うん、たけし軍団さん的なね過激路線で行ってる時だったんで、うん、なんかありましたよね。なんか結構で逆に言うと井上さんが止めてくれたみたいなのありましたから。な何を、その場じゃ来てたんですけど、なんか止めてくれた時とかありましたよね。で番組終わってからこれ実際来てましたよみたいな。そんなに何人もからすごいクレームみたいに来たの？何回かってことですよね。ああクレーム？まあそういうことですよね。はい。うん、詳しくはツイキャスの方で。どういうこと？いやわかんない。それも全然今着地できなかったです。そうなの。ありました。どういうこと言われたのか見たいな。別に俺なんでしたっけ？なんかそういうあれ、俺がそのゲストに言ったからでしたっけ？それもありましたよね。ゲストの絡みというかツッコミが、それに対して気に入らないと、そのゲストのファンの方かな。だからトンネルズさんで言ったら石橋さん的な感じでこのモームスマさんをやってるのにこう本当のこのファンがこう言っちゃうとか。あのそれ何、アイドルのファン？それでしたっけ？確かそういうのですよね。ゲスト本当に1回きりのゲスト、まあ、確かそうゲストってことですよね。あとそれ以外でもこの画面越しのなんかそのリスナーの人っていうかあれになんか言ったら来たとかありましたよね。まあまあまあだからね、そうなんですよ。だいたいこういうの来るのは、はい、ろくなことないんだから。ああだからね本当に、うん、でも俺は100歩譲ってね、うん、まあいいんです。これこのメールとかだけのあれだったらまだセーフなんですけど、はい、駅に待ち伏せされるのはもう NG でお願いしますもうそこまで行っちゃうと私いやそれはもう事件だろう。いやだってそこはもう法廷でお会いしたいなとは思うんですけど。いやいやそれは怖いよ、はい、いやそこまでのことはないとは思うけどね。それはちょっとそれはお互いの、ね、ルールとして、ね、勘弁していただきたいなと。せめてこのね確かに向こうのねご意見もあると思うんで。ただだから俺は昔ショールームやってる時にやっぱそのコメントで喧嘩売ってきたやつがいて、おいまあそれを買いましたけどね。買ったんかい買わない方がいいよ。言い合いになっちゃってる。いやいやいやだってこう出方の方が結局損するじゃん、うん、いやまあでもそれもまた一つのなんかあれなのかな。あまあそうね、だってそこで「あすいません」とかって言ったってしょうがないでしょ。ああなるほどね、うん、だからほら内容が内容ですからこの放送これご覧になってらっしゃる方ね、うん、内容が内容なので、はい、本当に論争になっちゃいますから。まあそうね、ええ、うん、だからまあ本当ね緩く見てもらいたいね。そういうことです。それで言ったらでも俺ちゃんと謝りましたよ。もう今それツイッター消しちゃいましたけど、う
アイドルの方の司会の仕事やらせてもらった時もあったんですよ、はい、でやっぱりねやんなきゃいいのに、うん、終わった後に大丈夫だったかなと思ってエゴサしてみたんですよ。だから案の定ですね、うん、なんかやっぱ書いてあったんですよ、まあその回しが下手とかそのあちゃんと引き立たせてないみたいな、うん、だからこれはどっちだろうと思って俺は嘘謙虚の感じでガッていくんじゃなくてなんか逆にこう大人だよって見せるためにあそれは大変失礼いたしましたとなんかちょっとねこうお気にこう合わなかったようでね今後ね努力してね認めてもらえるように頑張っていきましてこう粛々のこと書いたんですけど、うん、なんかちげえなと思って一日を消しましたけど、ああ、うん、まあまあでもそれはそれでなんか反応があったわけでもなくそうですね、うん、そいつも特にまあそりゃそうでしょう、まあ、だってそんな一回きりのさ絡みでさ、はい、そのそこを見てないだろそのほとんど動いてない旋風のツイッターなんかお前すいませんもう本当に止まってますから、うん、いやそういうことですよね見てねツイッターはい来ました、いやいや来ないよ、うん、それでみんな見てないのリアルタイムで前回のね、はい、お前だってもう15分この番組の説明してるからなお前本当さもう早いな長いよ本当にもうサクサクいこうテンポアップだからその、はい、コロナに感染したんですこの間うわなんてデリケートその間何まあ何ヶ月か前先月ですねうん、これいいの許可なく俺の許可なくこう電波に流していいだろ別にじゃあいいかいや知らないけどそれで、はい、なんかほら来た時になんか話したら後遺症がどうのこうのってああはいはいはい何なんですかあこれ前回喋りませんでしたいやわかんないどういういやあれ脱毛ですよえ脱毛うんなんか出るって言うじゃないですかはいだからなんかねだからこれどっちかわかんないですよなんかねプラシーボ効果、はい、合ってるいや 何を説明するかを聞かないと分かんないなんかさこの思い込みってやつあるじゃないですか、はいはい、なんか言われてると多分薬もこれ本当は効かないかもしれないのにこれは、はい、プラシーボ効果、ね、であやっぱ合ってますよ ねそれなのかなと思うんですけどあとまあ俺もプラシーボ効果でも薬が効いたっていう思い込みだからいい方だけどないやだからそのいやそのテレビから後遺症で抜けるって言われてるから、はい、俺もかかっちゃったんであ絶対後遺症で抜けちゃうんだって思い込んでなってんのかなとかと思ったんですけど、うんはい、であとまあ年も年なんで、まあ、カレーもあるのかなと思ったんですけどなんかねカレーはあるよまああるよね、うん、言っても40手前だからね、うん、だからえこれでもそれにしても脱毛がこんなにあったかなと思って、うん、それも一番怖いのが上じゃないんですよ、うん、下え陰毛え男のね、一人暮らしなんて正直トランクス一丁にさ、T シャツ一枚みたいな感じじゃないですか。はい、だから、まあ、特に、基本でもっとスースーしてるんで、まあ、確かに落ちることあるじゃないですか。うん、それにしても、コロコロするじゃないですか。こんなに陰毛ね、抜けてたっけって思うぐらい、トイレとかも、あれと、まあ、掃除するじゃないですか。で、ちょっとすると、あれ、また、こんなんだったっけと思ってそんなにさだって分かるほどなのそうだよだってブラジリアンワックスいらずみたいな感じいやいやだからそうポジティブよかったねそうそう、うん、ポジティブに考えると清潔な男子になった感じだからいいんだけど、うん、そういうことが好きなねツルツルそう、うん、なそういう女子もいるからさそれはそれでマニアに受けるかなと思って、うん、なんかあれだなと思ったんだけどいやそれにしてもでもこれだから上に来たら困る上は怖いじゃん下はいいけどさ、うん、あんま上は怖いって言われても俺はこうすでに怖い最中だからねなんか何とも言えないですけどで上も正直朝とか起きると枕とか、うん、あと風呂入った頭洗ってあれこんな抜けたっけなとかって思ってだから唯一だからみんなやっぱ聞かれるんですよまずまあ良かったねって言ってくださってあんだ、無事治りましたっていう話からまあ次の大体パターンとしては後遺症とか大丈夫って聞いていただけるんですよ、うん、で僕がそれで言うのはやっぱりでそんで何かあったかなって初めは特にないです味も大丈夫ですしないですって言ってたんですけどふと思ったらあれと思ってそういや最近なんか床に落ちてんなと思ってそれは見た目で分かるほどあこことここ、うんうん、あ分かんないけどただそのコロコロがあまあまあ、まあ、こんなに、まあ、それはでも分かんない思い込みかもしんないしいやでもねトイレツルツルになってたらそれはね、まあ、そうねあれですけどああでもすごい抜け毛よ。あ、そう。おお。だからこれ、だから誰、だからみんな言わないじゃん。
けなんか脱毛ってさ上しか言わないじゃん誰か下の情報、まあ、あんまり陰毛が抜けるって聞いたことないけどね。それはだ誰か言ってくれよって。多分俺日本で1に争うぐらいじゃない、この陰毛を初めてこの後遺症で言ったの。ねえ、そんな聞いたこと、まあ聞いたことないっていうか、それあったとしても別にテレビとかで言わないと思うけど、ね、でしょ。だからこれ電波、なんなら支障ないからね。だから電波に載せたの俺が初めてじゃねえかなと思って。だからもし先生とかいたらなんか調べてほしいよ俺を。だってもう脇毛が抜けるとかだったらみんなよかったねって女の子だったら、まあ、そうなのね、うん、そうなんだよね。だからすね毛が抜けるとかさ、そうね、うん、逆に助かっちゃうもんね、エステいらずだからね。そうそうそう。いやでもね、だからでも掃除がだからめんどくさいのよ。あもうコロコロした矢先からでトンと取ってこうなって、と朝起きると、そしたらもう全部剃っちゃえばいいじゃん、うん、脱毛しちゃえば。でもそうしたらその後遺症かどうか分かんないじゃないですか。別にいいんだろ分かんなくたってお前ちょっと自分で自分で、経過観察してるとこあるじゃん。いやまあそうだけどさ、これはこの研究役に立たないと思うよ何も。いやこうね、後世に残した方がだって同じようなね苦しんでる人が出るかもしれないいねえよ多分。だって欲しい人はいますよ。いやその陰毛が抜けたとしてもそんなに気にならないでしょ。ああそうかな。いやいや分からないですよ、うん、まあその全部抜けたとして も、うん、もう言えばいいだけの話で。まあね、いやこんなことで抜けましたって言えば、うん、見えないわけだ基本的には。まあそうね、うん、言う人間なんて限られてるだろう。でも一番きついのがその大切、一番人生大切な時に見えちゃうじゃんね。あ今日はもうすげえ勝負の時ってなった時に、そしたらそういう癖じゃない人が、いや女子がそれは理解してもらえるだろう。びっくりするんじゃない。いざびっくりはすると思う夜ね、いざこう今日の日だってなった時に、うん、えそっち系みたいな、あそれ系ってなった時に、いやじゃあ俺の趣味じゃないみたいな、これはもうあの、これは恋症なんだっていう。そんな大した話じゃないと思いますよ。それはいや、なったことないからそんなこと言うのよ。お前だってなったことないだろ、それは。いや、現在進行形だから。抜けてんのあれだけど、それ見てわかんないことだったらいいでしょう。で今後わかんない、1年後、2年後、本当に枯れ果てる可能性あるよ。まあね、全部抜けちゃうとかね、うん、あるかもしれないからね。それで俺、結構銭湯とか好きだから、だからね、そういうのもだいぶ市民権。すごいな、もう全部抜けちゃう。小学生みたいに、みたいな。いや、だから、今ね、結構市民権得られてる。で、だいたい市民権も得てるんでしょ、それなんか、まあまあまあ、海外やソロとか男性はあんまりね、あれかもしれないですけど。だからね、でもやっぱまだ俺なんか古い方の人間だからこれなくなったらやっぱ思うところあるなってちょっとね。ないよないよ、一番被害少ないことだよそれ。全然大丈夫派。大丈夫だ。いや、その被害で言えばよ、なくなった他にお前後遺症で苦しんでる人いっぱいいんだから、お前不謹慎だろお前。ちょっと待って、それはちょっと気づかないぞ。後遺症に優劣ないですか。あるよ後遺症は。全部陰毛が抜けるのは全然後遺症じゃない。なんかその味がなくなった方が後遺症で上とかない。当たり前だろ。ないないない、それはね、コロナ差別。そりゃそうよ、後遺症差別。俺は、いやいや陰毛はいいよ別に。どっちでも俺ちょっといないかな。俺これいないないない、そんな。いや俺も分かるとか、それこそコメント欲しいな。絶対陰毛が欲しいって人いないと思うよあんまり。いや欲しいじゃなくて、うん、抜けちゃう、全部なくなっちゃうのは辛い人っているんじゃないと思って。辛くはないよ。あそう、使わないじゃんまず。まあそうだからね。それでだって言えばいいだけだし。でだからいやこんなことでこうなりましたって。だ特に今がちょっとだから厄介なのよね、まあ、その掃除ね。掃除がね、うん、だってコロコロのなくなるペース早いもん。まあまあまあそれも大したことじゃないと思いますけどね、うん、割とであとその交渉の中では。あとこの陰毛あるあるじゃないですか。あのすげえ掃除した綺麗にしたのに陰毛がなんか机の上に1本だけ置いてあったとか。だからなんかあの1本だけ置いてあったってなんかあのあるわざわざ置くやついないだろ。あの隠れ陰毛でさ、だ掃除したみたいなイラッとするやつあるじゃないですか。あれ俺今常にストレス感じてるわけですよ。だから全部抜いちゃえばいいじゃんって。だから早いだろその方が。それで生えてこなかったらもうどうすんの。いやいいって俺それ自分でとどめさすようなことしたくないよ。何にも思わないそれ。あ本当、頭髪が抜けるよりは全然いいですよ。まあそうね、頭髪だからそう、まあでもそう並行して頭髪もだから、まあ、気にはしてんだけどね。それはねしょうがない。俺なんかもうスキンヘッドにしようかどうしようか結構年に何回か悩むもん。あ本当に、うん、ただやめときなさいって言われるから人に。坊主くらいにすればそれスキンヘッドはさすがに行き過ぎちゃうじゃん。いやいやだけど坊主だってもう同じようなもんじゃない。あそう。いやちょっと怖いんじゃないかと。ああ、うん、言われるんでね。なるほどね。
僕たちなんかあれなんですよね、ちょっとその、うん、嫌いな人もいるんで。何がその園芸の方で、うん、坊主がちょっとそのあ、そうなの、はい、だから何それ、なんか僕も初め坊主にそんなすごいそのなんかあれですよ、命令されてるとかそうじゃなくて、うん、それはもう、もう普通の好みの問題で、うん、その坊主とかを好きじゃない人がいるんで、だから俺はもなるべく、俺は特に寄席っていうのはセンサー老若男女みんなに基本は好かれたい、あのみんな見ていただきたいとこなんで、なるべくこう角立たないようにしたいんで、普通のこのスタンダードな方にしてるんです。俺もだって初めあまり髪の毛とかそんな整髪料とかつける方じゃなかったんで、一周して、あ、だって坊主、だってそれこそ千鳥の大悟さんじゃないですけど、うん、坊主にしちゃえばある意味もうセット楽だから、ね、楽じゃないですか、うん、って思ったんですけど、いや坊主まで行くとやっぱそれこそ怖いじゃないですけどなっちゃうっていう、そのデメリットも出てきちゃうんで、まあね、だからまあ、いやだけどそんな芸人で坊主のやつなんかいくらでもいるじゃない。そいつらどうしてんのそれは、浅草では。だその人たちはもう、まあ、そういうポリシーでやってるんでしょうね。だから俺いや、じゃあいいじゃねえかよ。俺のポリシーはそのお客さんにそういう人に逆らいたくないって感じなんで。何その師匠で坊主はいかんっていう人がいるわけじゃなくて、はい、お客さんで嫌いな人がいるってこと。あまりそこは突っ込んだらあかん。いやなんでだよ。あまり突っ込んだらじゃあ師匠じゃねえかお前、そこでなんか言いよどむってことは。まあ、だから、まあ、これって、放送流れてます？流れてるんだから、変な意味じゃなくてね、はい、すみません、なんか俺の言い方ちょっと悪かったんで、うん、その変な意味じゃなくて、だから紐解くと、例えば先ほどもお伝えしましたけど、私たちあの師匠の肖像一門の方でお世話になってるんですけども、そこでも皆さんもご存知だと思うんですけど、あのおかみさん、いらっしゃるんですけども、皆さんもしっかりね、帰る子かすずかごおかみさんですね。猫ね。で、じゃあ呼び捨てかい。年配者を呼び捨てで呼ぶんじゃないよ。さん付けで呼びなさいよ。これ流れてるから。いや本当だわ。いや本当にお世話になって素晴らしいね。よくしていただいて、まあ、そこで、そのずっとお話しさせていただく機会があった時に、おっしゃられたのが、個人的なそのこのご意見として、そもそも戦争をですね、経験されてまして、うん、で戦争の時で皆さん坊主の方がいらっしゃったじゃないですか。うんうん、でおっしゃるにはその時のことをちょっとなんかフラッシュバックじゃないですけど思い出しちゃうことが あるらしいんですね。なるほどね。なんで個人的には、うん、まあ、この平和な世の中で、うん、で別にいいんですよ、それは趣味嗜好なんでいいんですけど、うん、個人的には私はちょっとそういったのがフラッシュバックする時あるから、あまり私坊主好きじゃないのよっていうお話を聞いた時に、あ、これはもう坊主はないと。あ、それはないよ。じゃあ、はい、それはいや、なんかそのなんかちょっと違う、そのさ、なんていうの、芸の話として、ちょっとなんかそういうしきたりがあるのかとか、ごめんなさい、ちょっと僕も話の持っていき方がなんか個人的なね。そうまあでもそれはそういうふうに、佳代子が言うんだったら、誰がやっぱり呼び捨てで呼ぶんじゃねえわ。それはもうやっぱりもうその通りにしてあげた方がいいよ、ね、バチ当たるわ。いやいや、だからそうなんですね、うん、だからそれを強制されてとかそういうのはもちろんないんですよ。それを話を受けて、それは師匠筋だからね。で、自分の中で解釈して消化して、うん、あ、そうだなと思って、そういう方いろんなご意見ある中で、あ、じゃあそうだなと思って、やっぱスタンダードにしようって思ってるんで、だから僕らは坊主はないんですよ。まあそれはそれでいいんじゃないですか、はい、じゃあ、うん、なるほどね。いや本当にね、日頃からお世話になって本当にありがたい、感謝しかないです。フォローの時間が長すぎるよお前。そうです、このやり取りもずっとあのラジオで、うん、いやでもね、はい、だから俺なんかはさ、はい、やっぱり人相が悪いもんで、あ、怖いと。なるほど。いうのがあるからね、やっぱそれでちょっとね、まあ確かに怖いとなると、やっぱその初対面の人とか、あれはないですか、なんかやっぱりね、笑福亭笑瓶さんシステムじゃないですけど、どういうこと、メガネの縁を メガネの縁を黄色にしたところで、黄色じゃなくていいですか、例えばピンクとかちょっとファニーな方にするみたいな、黒ってもうあれじゃないですか、やっぱまあある意味強いじゃないですか。いや、やっぱりね、まあ、これも良し悪しというか俺も難しいところなんですけど、はいはいはい、その今自分でやってるさ仕事的にはさ、はい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 、その初対面の人に会うことが多いわけよ。なるほどなるほど、まあ、ちょっとさっきね、はい、始まる前にも言いましたっけ、はい、スカウトとかに出てるわけです。ああ、なるほど。別に怪しいスカウトじゃないですよ。いやいや、もうせ真っ当な ねしっかりとした、一応ね、その、はい、なんだろう、こうスタッフというか、はい、マネージャー的な発掘ですよね、仕事をしてるもので、はいはいはい、そのスカウトとかをした時にね、はい、やっぱりその坊主とか、まあそうね、怖いでしょ、まずその人相悪いのに。そうね、ね、そプラスアルファ、うん、じゃあかといってその坊主だかスキンヘッドにして、うん、ピンク色の眼鏡してたら絶対こいつにはついていかないだろう。それはでもちょっとこのスカウトされたらギャップでいいんじゃない。なんか僕の勝手な思い込みなんですけど、うん、それこそ業界人って
いや変だね、なんかすごいじゃないですか、逆に個性をすごい前面に出す方が多いじゃないですか。いやでもね、やっぱそれは不審ですよ、それはダメと思うよ俺は。分かんないけど、なんかファニーな方法ってないの。いやでもちょっと気をつけてるよ。でもスーツ、いやいやそこもね難しいところでね、本当はスーツがいいんでしょうね。でしょ、うん、やっぱだってそれはビジネスとして声かけさせてもらってるんだったら、やっぱりそれはなんかやっぱね、初対面だと特に身なりってすげえ。だから面接とかはちゃんとこういうシャツ着てくよ俺は。あ、いやそのスカウトの時、まあまあそうなんですけどね。でしょ、確かにね。まあね、それも考えますけどね。すごいスーツに対してあれだからな、アレルギーがあるから俺ね、はい、いやいやもう面倒くさくて絶対あれですもんね。そうなんですよね。だからもう衣装も俺なんかほらこういうね、シャツとジーンズで済むみたいな、ね、なんつうのネクタイだけしてっていうね、これでずっとやってますから。スタイル変わんないですもんね。まあまあいいよそんなことは。どうだって、あらえ、はい、なんかないの話題は。え、気になる話題珍しい。いやいいんだけどさ、はい、いやそれでね、もうほら緊急事態宣言解除されるっていうか。ああみたいね、うん、今が今日が9月の、いややっと時事ネタに入ったなみたいなことなんですよ。30分経ってるからね。ちょうどバランス的にいいんじゃないですか、初めのこのね。まあ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 、そうそうそう。伊集院さんの話します。何、どうしたの。いやまたそんなすっとぼけて。伊集院さん、はい、の知らない。え、有名ですよね。何、タイムリーじゃないですか。え、俺そのニュース見てない。珍しい、よくちゃんと。え、最近拾ってるんですか。拾ってるよ。何。いやなんか番組でアシスタントですかね、もう2人やってるアナウンサーの方が辞めちゃって、うん、その真相わかんないですよ、うん、書かれてるのは、うん、その伊集院さんがちょっとパワハラ的な感じで辞めさせた辞めさせてないっていうのが記事に上がってるんですよね。へえ、知らない。え、珍しい、なんで。いや、それは俺初めて聞いたな。だってあれですよ、ワイドなショーで松本さんも言ってましたもんね。いつの話ですか。そう、もうキンキンですよね。それはあれじゃないの、作家の人じゃなくて。え、違う違う違う、本当に普通、だからこういう立場の人。あ、そうなの。メインが伊集院さんがマヤミさんとしたら、もう一人女子アナみたいにいるじゃないですか、その方が。あ、そう。これもキンキンですよね。見てみるわ、じゃあ後で。ちょっとアンテナ低いんじゃないですか最近。いやいやマヤミさんとかの方が。そんなことないよ、ね、まあまあ確かに、やっぱね、うん、だんだんね、うん、俺もね、なんかこう、うん、マニアックになりすぎてるのかもしれない。あ、逆にね。うん、あ、なるほど。もはや芸能ニュース見ないみたいな。いや見ようよそれがワイドなショーじゃないの、これ芸能ニュースを見ないで、やっぱりもうずっと一日中本当のニュース見ちゃってる。いやリアルな方ね、ええ、いやリツイートでよくわかるわ。そうそうそうよくコロナのことがよっぽどわかるもん。あ、そうそう、そうですよね。それで何なの。だから真相はわかんない、うん、真相はわかんないですよね、もちろん。だからその周りがちょっとその、まあ、若干面白おかしくしてるかもしれないですけど、でも事実確かにそので女子アナは降板しちゃったんで。へえ。で、まあ、でもそういうこともあるでしょうね。でそれも最後の辞め方の時も、初めに2週間その女子アナの人が夏休み取るって言ったんですよね、うん、で伊集院さんがじゃあ1人やりますよね。そしたら普通1回は会いますよね。なのに入れ違いで、じゃあ来週から2週間は伊集院さんが夏休みやりますって言ったんですよ、うん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 、でやってる時にもう今日で最後に復帰するちょっと前で、私は出番終わりですって1回も最後顔合わせないで辞めちゃったんで、余計その憶測が飛んじゃって、うん、ですよね、っていう話だったと思います。ちょっともしあったら詳しくは皆さんご自分で。まあまあまあ、これ見てる方の方が詳しいかもしれない。だいたい僕の知識だとそんな感じでした。まあでもそういうこともあると思うよ。でもだから最近だから大変じゃないですか、それを紐解いていくと。特に今こういうご時世で、はい、だってあれじゃないですか、それこそあれまた違うって言ってましたけど、BPO かなんかが暴力的な笑いもダメとかって言って、なんか笑ってはいけない、うん、あれはまあ違うとかって言ってましたけど、うん、でもそれを出されたじゃないですか、そういった人を、うん、なんか笑い物にしてとか、だからそういう、もう時代背景もあるじゃないですか、まあね、もう特にそれこそオリンピックの あいつから降ろされた時からもそういうことじゃないですかもうそっからスタートしてるわけじゃない、全部紐と、もうね、もっと前からだから、もう全部繋がってる。だから本当にね、前園さんがね、昔ね、いじめかっこ悪いよって言ったの、あんな全然ね、浅かったんでね、うん、今なんかもうリアルですもんね。あの時はもう本当にただ言ってただけですもんね、うん、まあ、って言ったら語弊ありますけど、あの時も真剣だったと思いますけど、うん、今はもっとすごい、うん、あね、もうだからね、それに対してね、この番組っていうのはね、逆行してる。
そうだよ逆行してることをやろうっていう趣旨だからこの番組ほどね。いや、その割には今日はそこまでそんなことは言ってない。あ、そうね、なんか今日なんかマイルド、うん、どうしたの。なんかいや別にマイルドじゃないよ、結構あなたが自分で喋ってるから。あ、ごめんなさい。いや、いいんですけど。ごめんなさいごめんなさい。いやいや、いいですいいです、その自然な流れでいこう、それは。いや、俺ね、見返した時にも一つ思ったのもね、それもちょっとイライラしたことだったね、はい、よくこのでかいやつ喋るなと。いやいや、まあまあそれはそれでいいんですよ。1時間あってこいつなんか、それもなんかこう、うん、起承転結があればいいんですけど、こいつ本当に思ったこと喋ってるなっていう、まあまあ、あの別にいいよ全然。それはそれ、初め木って起こしてるのに、うん、ケツまで行かないで、まあ、次の木に行くときあるんですよ。いやいや、そうね、聞いてて聞きづらいなと思って、こいつ、うん、本当になんだろう、これ反省会でなんか練習のために放送してるわけじゃないんだよ俺は。あなたのすいません、だからできれば本当に基本は僕アシスタントっていう方の位置にいたいんで。まあでもさ、そういうのあるよね、その、うん、やっぱあの人間関係がさ、うん、こううまくいかないというかさ、うん、そのまあそれあ受け取る方もさ、いろいろ、うん、あのいろいろじゃん、いろんな人いるからさ、まあ、なんかすごくね、こう強く、うん、ダメージというかショックを受けてしまう人もいるでしょうし、まあね、まあ俺はちょっと放送を見てないからとか聞いてないから ね、まあ、ね、あのどっちが正しいとか悪いとか分かんないけどさ。マイアミさんって学生の時ってこう手とか上げられたことってある、うん、ないわ。あ、部活動はないない。いや、それは小学生の時とかはさ、先生とかにさ、ぶたれたことはあるよ、そりゃ。やっぱそうですよね、うん、時代背景的にはそうですよね、うん、だからこれって直すのって超大変ですよね。これ吹奏楽部の時にね、お、打楽器だったんですよ。で、自分で買った、何このバチ、はいはいはい、があるんだけどさ、はいはい、それで殴られたんだけどさこれ、あ、ダメだ、これ笑って、それをさ、まだ返してもらってないんだよ、それ。え、バチ、どういうこと。あれ返せよと思って、俺未だに思ってんだけど。 え、それ殴られた挙句取られたの。そうそうそう、でもそれは忘れてるだけなんだよ、多分。しかも俺のバチで殴られるっていう、なんかすごい二重に損したみたいな気分になっちゃって。ある意味これこそ本当にバチが当たったんですね。じゃあ、じゃあ曲お願いします。丸締めるぐらいの曲お願いします。だからこれってだから難しくない？別に自分はね、まあ、しょうがないよそれはもう。自分肯定するわけじゃないけど、確かその分かるよ、もちろんいじめとかダメだし、パワハラとかそのダメ、そのなんつうの、そういう何ですか、ルールってなんて言うんですか、かっこいい言葉で。どういうこと。マナー、何、このコンプライアンス。ああ、はいはい、コンプライアンスは守っていかなきゃいけないと思うんだけど。そうかな。いや怖え。まあでもでもさ、なんだろうね、まあ難しいじゃんこれだからさ、そのお笑いってさ、そのギリギリを攻めてるわけだから。だってさ、絶対相手が嫌な思いしないようにするのは可能じゃん。まあそうね、そう、喋んなきゃいいし、まず。そうそうよね、うん、そうよね。でもそれじゃ成立しないわけで、うん、だからそれはもう前も話したよ、この話ももう散々したろ。これやったね、これやった、うん、もう前の回を見てください、詳しくは。いやだからその、なんていうの、 それをさ否定し始めちゃったらもうお笑い自体成立しないと思う、多分。だからね、だって差を洗うんだから、もう差を洗うのが差別じゃん、もう、うんうん、差を洗っちゃいけないってことだよ、だから笑っちゃいけないんだよみんな。なんかそれもその着地もなんか その時言ってましたよね。そうだから究極言ったら笑っちゃいけない、やっぱ笑うってことはさ、うん、差を感じてるから笑うわけで、あ、差を感じるってことがやっぱネガティブに考えればダメなことだから。怖えよね、みんなは差がないというふうに考える世界がいいっていうふうに、まあだからそれは今過渡期だからね。でもそんなの嫌じゃん、そんな、うん、本当に差を認めないなんて。いや本当ね、差はあるんだから実際。なんかゆとりを出そうとしてかえって窮屈になってますよね。なんかゆとりを出そうとはしてないんじゃない、やっぱ窮屈にしてんじゃないですか、なんかね、うん、まあまあ何回この話するんだって話ですよ。そうね、じゃあこれはもうね、前言った、じゃあ次行きましょうか、まあ、まあそんなような、次行きましょうかっていうほどのあれでもないんだけどまあ次のね、まあ、あ、それね、はいはい、それ知らなかったな、まあ、あ、そうですね、伊集院さんが始まりましたね、まあそういうことです、うん、なんかないってニュース聞かれたんで、あ、それでお返ししたんですけど。へえ、逆にあれですか、やっぱり今一番の注目は K ですか。何、小室さん、はい、いや俺あれあんまり関心ないんだよ。あ、俺もない、うん、オタクは。ただだからこの話もやっぱりすごいなんか反応がハレーションが起きる可能性があるだろう。あ、そう、あ、そうね、うん、あ、そっか。いやだけどね、はい、これをさ、やっぱさ、はい、考えるとさ、はい、もうさ、しょうがなくないって思っちゃうよね。え、
お金取るのが、いやいや、じゃなくてそのなんていうの、もうさ、時代のさ、流れじゃない、もうこれ。え、話戻りました。え、どういうこと。いや、その K? 眞子さんね。あ、はあ、そのいくらなんでもさ、その、はあ、こんだけ情報、まあ分かんないよ、皇室の中で住んでてどれぐらい情報が得られるか分かんないけど、はいはいはい、大学とかにも行くわけじゃない。はいはいはい。その中でさ、いや、はい、お前だけは、はい、あの普通の人間と同じにしちゃ絶対ダメだからって、あ、もう生まれてからずっと、まあそれ納得してると思うよ、それある程度その教育されてるからね、その納得はしてるかもしれないけど、うん、ちょっとかわいそすぎないかとは思うよね。そうね。ただそれを言ってしまうと天皇制の否定になってしまうんで。うん、だから、ね、天皇に人権はないんでね。ああ。あの、まあ人じゃないって言うとあれですけど、だからその一般人とは違うっていう解釈だから。まあ、ね、だけどだからそのまあなんかあの報道でも言ってたけどさ、だからそのいずれその、はい、いや俺天皇になりたくないっていうやつが出てくるんじゃないかと。なるほどなるほど。それだってあり得るよね。それダメなんですか。今はダメでしょうね、それは。ダメというか、その、まあ、それはだから説得してんのか何なのかわからないよ。どうするのかわかんないけど。あれ、拒否権ないんすね。まあ、なくはないんじゃないの、だから究極的に言ったら。あ、まあ、でも普通であればそうですね。ただ、その拒否をする根拠はないかもしれないね。人権がないんだから。なんかだから、そうなったらさ、その人権がないってことでいいのかっていう議論も出てきてもおかしくはないじゃん。なんかここまでいくともう頭が僕は追いついて、そうだ、だからそうなってくるとこれはもう非常に難しいね。ここにメッセージをね、いやまだ来るんじゃないの、そういうことになっちゃう本当に、でもそうじゃない、だってほら日常生活は一応さ、その日常的なそのお友達とかもさ、その、ね、あの、うん、娘さんたちだって娘さんっていうかね、あのいるわけでしょうから、その大学の友達とか、まあ、そうね、その中でさ普通にね、なんか友達はさ、うん、まあそれはやっぱりあの我々とかとは位が違うから、はいはい、あのもちろんお上品なお友達しかいないとは思うけど、そうですね、やっぱ差がありすぎるでしょ、一般人とその生活の、まあそうね、なんかその制約が、うん、だけどね、その制約がある分、うん、ある程度その収入とか、収入っては言わないかもしれないけど、まあまあまあ、ある程度その、うん、ね、その保障されてる部分もあるとはいえ、うん、いや、どっち取るっていうか難しいね。え、でも、まあ、え、でも注目してる話題そもそもそれじゃなかったの。いやいや、別に何でも注目してますけど、はい、え、逆に何を一番注目する、今俺今2位外したじゃないですか、伊集院さんと。いや別に何かに注目して言ってるわけじゃないですよ別に俺も。一応なんか一番のトピックスは何だったのかな。トピックスなんかな、あ、やっぱあれでしょ、桜井翔と相葉雅紀が結婚したっていうね。桜井翔と相葉、え、どこ、それ知らない。桜井くんと相葉くんが結婚したんですよ。え、なんすかそれ。だってまあいいですよ、僕はいいと思いますよ、男性同士でも。私は一切まんまと引っかかるな、お前は。何何、どういうこと。いやいや、そうなんですよ。え、何この、これ今日来る前ぐらいで、夕方5時ぐらいのニュースだけどさ、うんうん、あの桜井翔、相葉雅紀結婚って出た。何何これ、謎かけ。何、いやだけどさ、うん、まあまあそれネットでもみんなそういう反応してたけど、ね、なるなる、桜井翔と相葉雅紀が結婚したみたいに見えるよね。なるなるなる。だから2人とも同時に発表したっていうことなんですけどね。でもそれでもすごいじゃないですか。いやいや、すごいけどね。だからその一般女性と結婚したのを同時に発表したと。え、桜井くんと相葉雅紀くん、すごくない。いやいや、すごい、すごいっていうか、まあまあまあ、それはいつかは結婚するでしょうけど。あれ、二宮君も結婚したんですよね、うん、大野さんは、あ、どうだったかな、5人中、あと、あ、松潤ですね。あ、松潤さんはじゃあしてないですよね。だ、してないね。あ、それ、すげえニュース流してきましたね。これもう緊急事態宣言解除、吹っ飛びましたね。いやいやいや、まあ、そうかな。まあでも39とかでしょ。あ、まあまあそうね。だって俺、もういいでしょ。同じあれですから。あ、同世代。同い年。あら、嵐。のエンジョスの、いや、する一番いい発言が北千住の話で。いや、そうそう、だからそれが同時に出たからさ、いよいよ同性婚かなと思って。あ、なるほど、ジャニーズだから。あ、なるほど。なんでそこで急になんかシュンってなるの。 やめてもらえる。それシュンってなってる。あ、なるほどね。喋れないよ俺は、どうとかもあったしね、それはすごい
おめでとうございます。あ、素晴らしいですね。へ、ね、うん、まあでもね、もういいでしょう。まあそうね。まあそうね。うん、ああ、素晴らしい。やっぱ、じゃあ、お付き合いした方いらっしゃったんですね。それはいるだろうよ。え、それは一般人ってことってなってたけどね。お、一般人。たださ、それだってさ、まあその女優とかモデルの人が、女の子が結婚するときとも、アナウンサーが結婚するときとかも一緒だけど、お相手は一般男性のとか、全然一般人じゃないときあるな、あれね。言いますよね。うん。なんかどっかの社長とか、ね。御曹司じゃねえか。それは一般人とは言わないんだよ。ありましたね。ラーメン屋とかを一般人って言うんですよ。いや、ラーメン屋もすごいいい人。いや、別に、ラーメン屋を悪く言ってるわけじゃないんですよ。ね、そういうことね。それすごいね。やっぱセレブだよね、相手はって。で一般女性って言ったってさ、それはあれだろ、そこの辺のなんか、その辺のアバズレじゃないと思うよ、多分。アバズレ。その単語僕あまり存じ上げない。渋谷とかにいるようなギャルとかじゃないと思うよ、そりゃ。渋谷のギャルもしっかりしてますよ。お前がそういう風に言うとなんか話せば。あ、でもすごいね。なんか。だってあれだもん、ほら。ね、あの二宮さんのね、あのお相手だって一般女性ってことになってるけど、あ、一回辞めたってことなんですか？引退、そうそう、だから、あ、それで引退してるから一般女性って言ってるだけでさ、なるほど、一般女性じゃねえだろっていうふうにはちょっと思うよね、やっぱさすがに、まあ、解釈がねそれぞれいろいろありますからね、うん、まあ、確かにだからといってさ、うん、そのもう辞めてるのに追っかけましていいかっつったらそんなことないと思うけど ね、そのなんか悪口書いていいかっつったらそんなことないと思うけど、まあ、だけどさ、なんかいわゆる一般女性とはやっぱちょっとさ感覚違うじゃん。なんか俺らとか、まあなんか、まあ、僕らからすると、まあ、そういう個人的な意見としてはそうですよね、うん、なんかめちゃめちゃ予防線張るなお前。いや、それそうでしょ。何なんだよお前。いや逆にそのまずそのニュースが入ってなかったんで、あ、そうか、コメントが今びっくりして、逆にその結婚っていうのはまずそこでずっと止まってて、あ、すげえと思って、なんかあまりその情報がうまいですね、しっかり出ないようにしてたんですよね。なんかちょい出しもなかったじゃないですか、今回いきなりほんと電撃リアルな、まあ、知ってる、みんな知ってたのかな。いや、どうでしょうか、わかんないですけどね。あ、それは、あ、なんか参りました。いや、何が参りましたの。いや、さすがだわ。いや、別に腕関係ないだろ、ニュースは。いや、チョイスがすごい、センス。いやいや、もう今まさにだよ、だって今もう駅行ったらみんなその話してたもん。タイムリー。そう、タイムリーだよ。そんな伊集院さんの話はしてる場合じゃないですか。ちょっとつまんでください、あそこ。まあまあまあ、あとは総裁選が明日ね、ありますから。そこはね、そこはさっきの俺の K と同じぐらいの熱量よ。いやいや、まあまあ、それは一生大した話じゃないんだけど、うん、大した話じゃないけど、ずいぶんやるね、テレビで。まあ、でもね、うん、もう本当個人的な見解ですけどね、なんかあの女性の方にね、僕心惹かれちゃってるね。高市さんね、うん、あの方なんか、すみません、なんかいろいろあるらしい、なんかわかんないでしょ。いろいろあるらしい、お前。メールもらうか、お前。違う。コメントもらう。そう。ネトウヨがな、すごいな、なんか応援してな。なんか、俺は初め、本当情報がなかったんで、本当ただバーンでテレビ の見させてもらって、え、すごいシャキシャキしゃべるし、なんか言ってることもなんか共感できるなと思ったんですけど、なんかね、そう SNS ではさ、やっぱいろんな方いらっしゃるから、そしたらやっぱ過去のことね、こう持ってきて、過去ってことはないけどね、いや、こういう思想なんだよとか、昔はこういうこと言ってたんだよってなった時に、うん、やっぱそれ見ると思うとこあるよね。あ、そういう考え方もお持ちの方なんだってことは、じゃこういうこともしちゃう。そうそうそう、自分のね、自分のお前トークがなんかもう具体的じゃなさすぎて、もうなんかもう予防線張りまくってるから。いや、だからそのだからでもね、うん、俺見てて思うけどね、うん、まあ、結局多分俺岸田さんになるとは思うけど。あ、そう、はい、へえ、いろいろな兼ね合いでね。ああ、なるほどね、うん、自民党としても票の兼ね合いでそうなるとは思うけど、決選投票になるとなんかあれとか言うもんね。そうです、そうです。でもやっぱりああいうのを思うのは、うん、その野田さんも結構思い切ったこと言ってるんだけど、その岸田さんとか河野さんは万が一選ばれる可能性があるから、やっぱちょっとね、あんま思い切ったこと言えないんだと思うんだ、あれ。だからちょっと歯切れの悪さに、やっぱね、3位4位はね、もう言いたい放題ですよ、それは。いや、だって野田さんならないんだからっていう。そう、で、自分でまず言いましたもんね、そうそうそう、私以外でしょうねって。そうで、それで言うこともブレないですよね、終始。いや、それはそうだよ。子供のあれ少子化のこと、あれをもう中心しか言う、どんな質問来ても着地そこに持っていきますもんね。いや、だからあれはそういうのはあるよね、やっぱそこはあるよね、うん、その
なんていうの、もう分かってるわけだよ、大体なんか選ばれなさそうな、うん、3、4位ぐらいだろうなって、まあ、そうね。それがさ、1位、2位だとさ、なった時にさ、ね、いや言ってたよねって言われた時に、うん、疲れちゃうからね、うん、困っちゃうもんな。だから曖昧にするよね、やっぱみんなね。それがああいうテレビ映りになっちゃうわけね。なると思う、多分。あ、なんか見ててね、なんか、なんか言ってそうで言わねえなっていう。そうなんですよ。だったらもっとやっぱあそこでなんか変なこと確約しちゃったりとか、ああそうね、あ言ったじゃないってなっちゃうから、 なっちゃうと絶対やんなきゃいけないもんな、もうすぐなっちゃうもんな。だってなんか全然閣僚の時の方がもうバンバン言ってたのに、いやいや、なんかすっごいゴニョゴニョ言い出したなっていう。やっぱゴニョゴニョなっちゃうんでしょうね、ああいう立場になっちゃうと。でもそう考えると岸田さんっていうのはやっぱ人気ないのかな。だってなんだったら、ね、投票自民党の票でなんか高橋さんとそういう、まあまあまあそうね、なんか党員票はね、ねっていう話がありますけど、一番初め手挙げといてあんなまくられ方あんのと思って。いやまあまあまあそうね。だからあれもう岸田さん的に阪神みたいなもんだな、あれな。前半戦で優勝してまうでとか言ってブンブンやってた、言ってたらなんか、まあかね、後から来るやつがグイグイ来るなみたいな。巨人は分かってましたけど、まさかヤクルトまでこう気がついたら並んでるみたいなね。三つどもえに、本当にそうですよ。明日ありますけどね、それね。あと何でしょうね。あ、どうでしょう、ワクチンパスポートの。あ、これはね、今デリケートですよ、私は。あ、そう、やっぱりそうじゃないですか、なってるじゃないですか。うん、だからそれでね、これ前も言って、またごめんなさい、これ繰り返しになって申し訳ないんですけど、やっぱりだからそのね、今悩んでるのはワクチンを打つタイミング。うん、私一回陽性になったわけですから、ある意味ね、そうするとこれエビデンスがないからもう何とも言えないけど。それでもさ、うん、先生にさ、今すぐはやめた方がいいって言われたわけじゃない。あ、そうじゃないよ。うん、あの先生たちはイエスもノーもない。ああ、それはその根拠がないから。だから言うのは、一周回って自己判断、答えは自己判断でお願いします。ただその例を教えてくれるだけ。すぐ打った時にあのどっちが優勢なの。ない、本当に均等してくる。やっぱだって責任を負えないじゃないですか。まあまあ、だからあくまでもその事例を教えてくれるだけ。めちゃめちゃ副反応が出ちゃった時もあるし、うん、もちろん何も起こらない方も、まあ、それ言ったらな、うん、それは何も起きない時は何も起きないからね。だからその材料は全部与えるんで、最後にそれをもらって答えを出すのは、あの申し訳ないですけどご自分でご判断くださいっていうのが毎回答え。それあれだよね、だからその先生もさ、はい、あのワクチンの注射持ちながらさ、はい、これ言うっていうのどう。それなんでもう入れて、いや、あのこれ出てますけど、いや入れて、さあどっちっつって、いやいやどうしますかっていう、いやだからどっち選びますかっていう。だそれだ、またアメリカと日本とかもなんかそれこそ WHO とかさ、うん、アメリカのなんだっけ、すげえ研究機関っていうのかな、あれはなんか3ヶ月とか行ったりとかしてる、うん、だからそうするとなんか信じたくなっちゃうじゃん、エビデンスないって言われてもさ。まあでもだからそれは別にいいんじゃないの。ただやっぱまあそんなに抗体はないのかもしれない。抗体検査すればいいじゃん。そう、それはそう言われた、うん、それえなんでそれなんかあるの。それだって抗体量が分かれば、うん、かかりやすいんだかかかりにくいんだか分かるわけじゃない。ああ、じゃあそれであれば、あれば、まあ、ちょっと様子見ていいよ、ちょっと様子見て後で打てばいいよね。それでなけた、そうか、なかったら、うん、全然なかったりしてな、カラッカラッとしてね、かかっただけ損みたいな、うん、じゃさっきの俺の脱毛は何だったの。全然ただの脱毛じゃねえか。損じゃないですか、損って、うん、だからまあそれが一番、まあ確実は確実じゃない。まあそうね、うん、だからそんな人によるからね、その抗体量、うん、俺だってワクチン2回打ってるけど分からないから、抗体は調べてはないんですよね。人によるからさ、あ、ね、抗体がつくかどうかっていう。本当にまた時期もねややこしくてさ、まあ、だから3ヶ月明けたとしたらもう11月か12月になっちゃうじゃないですか、はい、だから今度、まあ、もうそれはもう全部答えないけど、なんとなくの見解として10月から解除されたら、うん、多分わーってなるじゃないですか、うん、そうするとわーってまたなるじゃないですか。そうなんだよ。そうするとそこに打ってない僕がすごい怖くてドキドキしちゃうじゃん。僕ももう一回自宅療養、うん、僕も正直バリア欲しいなっていう気持ちもあるじゃん、はい、まあ、バリアなんかよくわかんないけど、いやだからそれを抗体検査すれば、うん、ある程度安心はできんじゃない、このどれぐらいの、うん、っていう、まあ、あとはねその抗体量の手間がね、いくらぐらいかかるのか知らないけど、うんうん、それでどっか行ったりとかしなきゃいけないんでしょ、時間作って。まあそれは病院とかね、あの検査するしに行くんでしょう、うん、だから薬局とかでね、なんかペッとか書いてパッて送ってね、すぐパッて、すぐわかんじゃないよ。あ、そうなのかな、答えは多分、うん、まあ、ちょっと調べようかな、時間的には。金額は知らないけど。で、あとなんか冬場になると、そもそもなそのウイルスっていうのは繁殖するとかっていう、まあまあね、だから11月、12月になった時にさ、もうまだ引き続き皆さん我慢してさ、落ちてるかもしれないけど、菌の方が強くなっちゃってさ、ね、またウェーってかかったらさ、
俺じゃ打っとけばかい。なんこの短期間で俺なんで、あとみんなも言うじゃん、いやあいつなんでワクチン打ってなかったのってなるじゃん、あそういう意見もご意見ももちろんあるじゃん、まあ、まあね、だからなんかもうだからいろいろだからそれでもそもそもネガティブっていうあれもあるから、なんかもうどん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 考えれば考えるほどなんかそのあどうすればいいかなって思ってるけど、言ってる割には行動しないっていうね。まあまあそういう人多いでしょうね、うん、でもそのかかってない人でもああ、うん、なんだかんだで時間過ぎてっちゃうっていう、いや周りがねすごい打ってるから焦る気持ちはやっぱあるよね。あそうなんだ。結構やっぱあの伊達じゃないよね、あの世論調査のさ、なんか若者でもなんか5割いったとかさ、はい、あんとかやと思ったけどさ、パッてさ横のやつ聞いてみたらさ、まあそのお笑いのやつとかでさ、ああ打ちましたよみたいなさ、えそりゃそうでしょ、なんかちょっとある意味人間として下に見てたのに、いやだけどさまあなんかね、その感染者数が減った原因がわからないって言うけどさ、ああそれはさ、その旋風みたいにさ、野放しにされたらさ、ああそれみんな気をつけるわ、そんなの。ああ、なるほど。それそうじゃない、だって。だって病院にも行けなきゃ、保健所も連絡してこない。あれ、だから、それ前言ってましたもんね、マヤミさんが、うん。いいんだよ、みたいな。なんかその理論ありましたもんね、もう一回病院がパンクした方が、いやそうそうそう、なんかその極端なこと言ってましたよね。そうそうそう、それは減るよ、それは。言ってましたよね。怖いもん。だ今はなんか大丈夫だろうっていう気持ちで上がってるから、もういいよ思い知るためになんかもう一回な、うん、言ってましたよね。もう準備しないの何にも。だから結果でもその論があったかもしれないってことですよね、今も。だからそれは俺あると思う。8月の時にあの電話つながんないでも連日ニュースでもう家でもあんな映像見せられたら、えこれやばいだろって。いやそうそうなると思うけどね。だからやっぱちょっとみんなが気をつけ、例えばみんなが10割気をつけ、10割って 10% 気をつけたら、はあ、それが全部合わさったらさ、結構気をつける感じになると思うんだよ。あ、うん、そういうのがあるんじゃねえかなと思うけどな。ってことはやっぱりあのオリンピックやるっていう決断したあの意見っていう、あれ決断っていうのは結構な罪深いんじゃない？あれでだってみんながさ、ある意味ポジティブになっちゃったわけじゃん。いやだから俺これこのね、一応10月からさ解除されるでしょ、うん、緊急事態宣言が、うん、それはちょっとやばいと思う。結構やっぱ言っちゃうかな、まあ、かといって解除するなとも思わないけど、でももう見えてるよね、やっぱあの絶対もうリバウンドが来るっていうのは。だそうだよね、だってなんだったら今日来るまでの間になんかフライングして店開いてたもん。なんならだってマスクしてないやついるもんな今の。あ、うん、すごいよね。で特にほらワクチンしてるからっつって、そうね、誤解してる人がいるから。だからね、さっき俺も言ったと間違えちゃいましたけど、別に無敵のバリアじゃないんですもんね。いやそうそうそう、だからそれあるから絶対増えるとは思うよ、また第6波っていうのが来るっていうからね、うん、だからそこにね、俺この無防備の俺がねまた来るっていう、もう一回でだから怖い、もう一回。だからそれで俺もう見えてんの、ね、あのそれで今ね言われてるじゃん、うん、この感染者数が少ないうちに次への準備をして、うん、検査を増やして病床を増やして、うん、あのできることをね、うん、あのもし今度感染者が増えた時にあの準備できるようにちゃんと準備をした方がいいですってマスコミが言ってるじゃん、うん、しないから。なんでしないの？いや知らないけど何なんだろう。しないからまたもう一回同じことが起きるから。これいやそれが何、人間の愚かさかな。人間じゃないんじゃない、やっぱその日本ってのんきなんじゃないの。知らないけど、うそだって文句言わないもんね、やっぱみんな。いやほんま何があってもすごいね。だって病院入れない、保健所から連絡来ない、文句言わないんだから。いや言ってね、俺はでも全然届かないんだもん、どこに。そうそうそう、どこに言ってもなんか海外だったら暴動起きてるだろうな多分。いや普通に、うん、とね、皆さん気をつけてください。まあ僕が言うのもあれですけどね。あ、なんかコメントあやった来てんじゃないのこれ。俺が見て見えてないだけで。あれさっきあれかな、違う、高橋さん来てね、あ来てねえわ、はい。あと何ですか、白鵬が引退する。ああ素晴らしい、いいですね、テーマ的に。それも何もないじゃねえか、じゃあだからという。何、いやいや、なんかどっちかなと思って。何が、なんか賛否両論あるじゃないですか。白鵬頑張ったっていう方とさ、うん、アンチももちろんいらっしゃるじゃないですか、うん、どう、お相撲的にはどうなんですか。もう相撲いいだろ、え終わって、根本的に、うん、もう相撲も皇室も終わると。いやいや、いうことで、いや、終わりこれでこんなまとめある。ちょっと待って、時代の流れですよこれは。もうしょうがないよ、もう。え、いい風に変わるってのはどう、言い方。相撲だって力士になりたいって人もう増えないでしょ。いやいやいや、そう、うん、だって NHK でもうやんなくなっちゃったじゃん。何が放送さ、そんなに。あ、そう、前ほどは。あーかな、うん、だって大相撲ダイジェストだってとっくに終わったしな。へえ、うん、あれそうなのかな。かよっぽどなんか変えない限りはもうだって力士になりたいって ないだろう、もう。あーねー、うん、
だからもう衰退していくんじゃないですか、どんどん。まあ、だから頑張ってほしいってことですよ。相撲協会もおかしいしさ。まあだからその様子がね、それは激励ってことですよね。この感じで終わるっていう。いや本当に日本文化が壊滅するっていう予言で終わるっていう。このドキドキさせる、これ大丈夫、来月放送あるよね。変ななんかこれ番組終わんないよね。いやいや分かりませんけど、ね、うん、だから前半が長すぎるんだって。すいませんね、30分を前オープニングトークがね、アイドリングトークがということでね、はいはい、30分30秒で終わりますから、はい、ということでまた来月。でも今回いい回でしたね、楽しかった。あ、そうね、なんかやっぱだいぶね、より良くなっている気がする。まあ、そう見てる人が判断することだけどな。いや、いいのに、こう自己満足で言った方がいい、はい、ということでありがとうございました。はい、また来月お願いします。4週目火曜日9時から。